ロシアの勝利を信じる発言で日本維新の会を除名になった鈴木宗男参議院議員への、勧誘についてお話をしたいと思います。先に結論を言っておくと、NHK 党にとって、鈴木宗男さんをですね、声をかけて仲間に入れてみてはという声が、あったということは事実です。で、検討したというのも、事実で、ございます。まずね、その点は、言っておきたいと思います。というわけで、少し背景をお話ししたいと思います。こちらのね、記事にありますように、皆さんご存知とは思いますが、日本維新の会の所属であった、鈴木宗男参議院議員がですね、党に無断でロシアに渡航してですね、さらにロシアの勝利を信じているなどの発言をされていたということです。で、この発言を特に重く見た日本維新の会がですね、除名処分にしたと、除名処分の方針であったと。で、その言った方針を受けてですね、鈴木宗男参議院議員は、除名される前にですね、党の方を離党したと、そういう報道内容であると、私が承知しているのはね、そういうところでございます。こういったね、動きを受けて、NHK 党は勧誘してみてはどうだというですね、ご意見、たくさんいただいております。本日もですね、党の会見で、大見雅彦さんという方からですね、私も質問をいただいたわけですね。鈴木宗男さん、維新の会を離れたということで、会派合流の呼びかけなどはどうかということではあったんですね。まずですね、ちょっと法律的なことからお話しますと、鈴木宗男さんが NHK 党に入るっていうのはね、基本的には無理なんですね。というのも、2019年のね、参議院選挙で確か鈴木宗男さん当選をされた。しかもね、全国比例、日本維新の会の全国比例だったと認識をしております。で、基本的にはですね、その当時の所属政党の議員というのはですね、同じ参議院選挙に出てた政党、政治団体には移籍できないということになっておりますということで、そういう事情が、あるわけなんですね。とりあえず、そういうことなので、NHK 党に入ることは、できませんが、ただね、参議院の会派として、一緒に活動するということは、可能で、あります。で、実際にですね、党の中で、そういうことを、検討するということは、ありました。役員会であったりですね、そのね、党の役員ラインなどでですね、そういうことの検討が、ありました。で、私はですね、鈴木宗男さんの発言に内容についてはもう全くね、賛同できませんが、ただね、国会の中では数は力というところが、あります。会派でね、3人になると、多分ね、予算委員会の議席なども取りやすくなるということもあってですね、ちょっと取れるかどうかわかんないですけど、ただね、発言といいますか、我々のね、出番っていうのは、国会での仕事をもですね、幅が広がるというのもありますので、私は積極的にはね、賛成というわけではないですけれど、反対する意思は、ないということを、お伝えをしております。で、この件については、斉藤健一郎さんはですね、結構、北方領土問題は、しっかりやっていきたいということで、斉藤健一郎さんは、結構歓迎と言いますか、そういう前向きな、形でありました。で、立花党首はですね、鈴木宗男さんと結構、仲もいいので、ということなんですけれど、ただ、そこで強く反対をされる方が、おりました。それは、どなたでしょうかというとですね。答えは、丸山穂高さんでございます。丸山穂高さんが強くね、反対をされたということで、今回の鈴木宗男さん勧誘計画というのはですね、なしになったということでございます。これはね、それぞれのね、考えはありますし、誰とね、組むか、誰を仲間に入れるかというのはすごく重要なところでもありますので、ここでね、皆さんには、丸山さんのせいで、そういうことがおじゃんになったみたいな、そういうね、攻めはしないでほしいかなとは思います。ということで、いろいろとね、ありますが、数は力だということはですね、常々私も国会にて実感しているところでありますので、そうですね、鈴木宗男さんとね、同じ会派というのはなかなか私も面白いとは思いますね。はい。一緒にね、方が同じ委員会、同じ会派で、出ていると、結構いろいろと、
まあ、見方としてね、すごく心強いところは、まあ、あるとは思います。ので、私もね、賛成反対強いわけではないですけれど、鈴木宗男さん会派に入っていただくことで、すごくいいところも、まあ、多々あると思います。メリット結構大きいとは思います。ということで、まあ、いろいろとね、こういう内容については叩かれるかもしれませんが、そういう動きがあったというのはですね、お伝えしたいと思います。というわけで、以上で、ございます。